はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ、本当にありがとうございます。今日も草刈りですって言ってもですね、今朝7時なんですよ。朝からね、元気な鳥がさえずっておりますということでですね、今日どこを草刈るかというと、以前、草刈りをする動画をお見せした突起があるんですけども、こちらです。奥の梅の畑ですね。梅畑、なんと無残にも草ぼうぼうになっていて、梅を収穫したいなと思って、なんか両親来たみたいですけど、あまりの草ぼうぼうで、梅はなってるけどこれでは取れないということで、草切りをしないといけなくなりました。というか、もういい加減しないといけない時期でもあったんですけどね、一回ここで切っとかないと本当梅も取れないし、これ以上またぼうぼうになると大変なので、今日はここを、この梅の畑をやります。今年は梅もなんか裏年って感じだったんですけど、結構ね、木によってはなってますね。この木は割となってますね、ちょっと上がね、色が変わってきて、もう取り頃ですよね。こっちはどう？隣の木はね、なんか葉っぱばっかり茂ってて、あんまりなさそうなんですけどね。カボスと一緒で葉っぱと実の色が変わらないから、
少しまだ青い時っていうの目立たないんですよね。だから あるけど本当目立たない。これぐらいちょっとね色づき始めるとあなってるなっていうことがね確認できます。さあもうちょっと頑張ろう。どうでしょうか。足元だいぶ綺麗になりましたよね。のり面とか義歯の方はまだねそのままにはしているんですけど、これだけ切っていれば梅の収穫は大方できるのではないかと思います。ということで、今日も早朝からだったんですけどね、1時間ちょっと作業をしてみました。もう何しろ一番どん詰まりの奥の山の奥なんですけれどもね、まあ梅の木を植えたからには梅の実が必ず毎年なってくれるので、ここは整備していかないといけないんですけどね、ついついこう見えるところを優先させるので、もう奥の奥だったら目的ないといかないじゃないですか。するとやっぱ行くとね、生えてたわっていうのを聞くと、あ、そうや、しまった、あそこがあったわっていう感じで思い出しました。まあなんとかこれで、両親もね梅取りができるんじゃないかと思います。昨年ですね、私うちのカボスカンパニーの通販サイトの方で梅も少し扱ったことがあるんですけれども、今年は梅がすごく少量だと思いますので、まあ、通販サイトの方でも多少
出せるかなぐらいの量かもしれませんが、まあ、何しろですね、こういった大自然というか、まあ、本当に自然農法みたいなやり方ですよね。何の消毒とか防除もしてないような梅が欲しいですっていう方がいらっしゃったらですね、通販の方で幾分か出したいなと今考えているところです。その時はどうぞよろしくお願いいたします。今日は我が家の一番奥にある梅の畑の足元をですね、梅をちぎって収穫ができるように整えたという動画でした。カボス果汁、冷凍果汁も今通販サイトで発売中です。よろしかったら覗いてください。またね。